平沼橋駅は神奈川県横浜市西区西平沼町にある相模鉄道本線の駅である。横浜駅のホーム先端から目視できるほど近い場所にある。徒歩で10分程度。駅間距離は900メートルである。駅番号は SO02。電報略号は平。島式ホーム1面2線を有する地上駅で、京城駅舎を有している。本校すぶとホーム。 地上部を連絡するエレベーターとトイレが設置されており、多機能トイレも併設されている。駅南東には東海道本線と横須賀線が並走しているが、両線のホームはない。2007年に新タイプの駅名標がホームの横浜寄りに設置され、2009年度末頃までにそれ以外の部分も更新された。その後、他の各駅へでの更新も順次進められている。 さらに2015年より、総鉄デザインブランドアッププロジェクトの一環で駅舎の内外装などのリニューアルを実施、2017年1月に完成した。1日あたり、乗車自民の推移2020年度の1日平均乗降人員は7244人で、ある。横浜駅が徒歩圏内にあるため利用者は少ない。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、 下記の通り、横浜駅より徒歩10分ほどである。2000年代に入ってからは、高層マンションの建設が進んでいるが、所々に町屋を感じさせる建物も残っている。最寄りの停留所は南へ徒歩5分の国道1号沿いにある西平沼橋で以下の路線が横浜市交通局と神奈川中央交通によって運行されている。 駅の近くを流れる片平川と線路をまたぐ立橋である平沼橋に由来する。片平川に架かる小さな橋は旧来の平沼橋で現在は元平沼橋と称する。なお、当駅改札口に最も近い片平川の橋は平岡橋である。当駅西横浜駅間には1957年まで小賀電線駅が存在していた。 ありがとうございます。